はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はサムネのタイトルにも書きましたように、アナログコンソールにスタジオ1を変身させてみようということです。この機能は総じて言うとミックス FX という機能になります。スタジオ1は通常の DAW のソフトとして稼働していますけれども、このミックス FX という機能を使うと全くそのスタジオ1とは違うようなアナログコンソールを模したようなシステムに変身してしまうというような機能を持っているんです。僕も正直数年間スタジオ1を使っているのにですね、その奥の深いところはまあなんとなくあるなというぐらいしか見てきませんでした。それは日本の YouTube とかの解説っていうのではほとんどがこの部分には触れられていないというのが実情だからです。こんなに素晴らしい機能があるのに多分使っている人はそんなにもいないんじゃないかなと思います。今日はサムネの下の方に真剣研究モードで見てほしいというふうに書いています。それは中途半端に見ていただいて3分ぐらいで、ああなんかいつも聞くような話だわぐらいで終わってしまうと、本当の意味で皆さんに伝えたいことが伝わらないということもありまして、しっかり見てほしい。まあ僕の解説が上手じゃないのに見てくれというのもおかしな話ですけれども、真剣に勉強したい人だけが見てくれればいいと思ってお話をしています。まず皆さんのスタジオ1とは全く違う挙動をお見せします。今左の2つの赤いトラックがドラムとタンバリンが入っているトラックです。これだけをオンにしています。そして今鳴らそうとしているところにはタンバリンは入っていません。それなのにこのタンバリンのメーターを見ていてください。ここに音が入ってきます。鳴らします。もちろんタンバリンのあるところで演奏するとこんな風になります。はい、これはなぜこんなことになるんでしょうか。それは今右の方にありますドラムバスにはミックス FX というコンソールシェーパーという機能を入れてあるからです。これは皆さんのスタジオ1にもプロフェッショナルユーザーの方には機能としてはあるんですけれども、多分気にして見ていなかった人も多いんではないかなと思います。この赤いトラック2つはここにありますドラムバス、ここに送られています。ここを見ていただいたら分かりますように、ドラムバスに2つともこのようにアサインされているわけです。そしてこのドラムトラックに入ってきます。入ってくるところにミックス FX というところで、通常皆さんはなしで使ってるんですけれども、ここにコンソールシェーパーというのを入れてあるわけです。僕はそれ以外にも2つのソフトを有料で買っていますから、ここに並んでいるんですけれども、ここのコンソールシェーパーというのを入れるとスタジオ1標準でこの機能がついてくるんです。コンソールシェーパーというのは何かというとですね、通常デジタルでは基本的にノイズがゼロのものはゼロ、それは変わりない。デジタルというのはそういう世界です。でもアナログコンソールというのは微妙なノイズがあったりとか、そしてプリアンプがあったりしたら、真空管であったりトランジスタであったり、回路の仕組みによって暖かさとか少しノイジーなサーチュレーション、これがかかって何とも言えないアナログ感があるわけです。それをエミュレートするために全く通常のスタジオ1とは違ったコンソール、これに変身させるのがこのコンソールシェーパーというものなんです。ここでドライブ感を上げることができます。いわゆるサーチュレーション、そういうものを上げて飽和させたりして、
倍音成分を追加したりするということです。真ん中はノイズです。これをチェックしておくと、微妙な電気的なノイズが上に乗っかかってきて、またこれもアナログ感を出していきます。そして先ほどの音がないのにメーターが振ったというのは、このクロストーク、これがそういうふうにさせたわけです。クロストークというのは何かというと、僕も機械的なことはあまりよくわからないんですけれども、昔の悪く言えば粗悪な回路だった時代はですね、コンソールの1チャンネル、2チャンネル、3チャンネル、例えば64チャンネルのスタジオミキサー、そういうのがあったらですね、1チャンネルと2チャンネル、いわゆる隣り合わせたコンソールの場合だったら、横のチャンネルに音漏れがする、いわゆる電気的な音漏れがあったというんですね。僕も半信半疑で聞いてるんですけれども、それが現実のようです。その音漏れをエミュレーションするというのが、このクロストークということです。隣のチャンネルに干渉したりするわけです。ですから、先ほどメーターが振ったわけです。もう一度ここで確かめてみましょう。今度はこのクロストークを切っておきます。そうすると、チャンネル2のタンバリンのところはメーターが振りません。はい、クロストークを入れます。はい、クロストークを上げていきます。そしてですね、これ上げていきますと言って回してですね、すぐに反応するんじゃなくて、ここもアナログっぽいところですよね。上げてからしばらく回路がぬくもってっていうような表現がいいんでしょうか。とても面白いエミュレーションをしてると思うんですね。それは知ってか、そういうふうにしかできないのか、まあそれも僕は電気的なこととかはよくわかりませんけれども、何せこのように隣の音が干渉し合うわけです。考えてみてください。難しいことは分からなくっても馴染むというようなイメージは分かってくれると思うんですよね。何とも言えないアナログ感を表現することができるわけです。今度はこれをマスターに入れてある、それを見ていただくんですが、僕の今のこのチャンネル構成というのを説明だけしておきます。このパーカッショントラックはここのドラムバスに送っています。そしてこのベースと、そしてよく似たチェロですね。この2つはここのベースバスというところに送っています。次はその他の楽器、バイオリン、フルート、オカリナは EX バスという名前で送っています。なおかつボーカルは1つしかないんですけれども、コンソールシェーパーを入れるためにバスチャンネルを作っています。そして今度はEX の VCA を設定しています。VCA を設定するというのはこういうやり方です。ここに VCA があるんですけれども、これを一旦削除します。VCA というのは、例えばドラムからオカリナまでをこのように選択します。そうしまして、右クリックをしまして、選択されているチャンネルの VCA を追加というふうにすると、ここにVCA トラックができるわけです。ボーカルだけ別にしています。VCA トラックができたらどういうことになるかというと、各チャンネルのフェイダーはこのフェイダーを動かすことによって連動します。わかりますでしょうか。このように VCA トラックでまとめということもできるわけです。通常音だけで言えばバスチャンネルでいいんですけれども、このようにフェイダーのコントロールをしたりするのには VCA という機能を使うとこのような操作ができるようになります。では先ほどのパーカッション2つのトラックをソロじゃなくってソロを外します。これで全チャンネルが表示されたわけです。そしてこの状態でここに有料の CTC1 という先ほど見せたコンソールシェーパー、これですね。
これとよく似た機能で少し高機能のものを入れてあります。こういうようなものです。同じようにドライブとノイズとクロストークというのがあるんですけれども、このドライブにはブーストという機能もついていまして、ノイズのところにはノイズゲートというのもついています。ノイズゲートがなぜついているかというと、無音状態のところにまでシャーッとノイズが入ったら、いくらアナログ感があると言ってもいやらしいですよね。ですからゲートがあって、音が完全無音の時はノイズを消すというようなことにして、演奏に対してだけ若干のサチュレーションというかディストーションというか、そういうようなものをかけていくということになるわけです。そして先ほどからやっているこのクロストークというのもあります。ではそれはさておきまして、これをまずデフォルトに戻します。この状態で CTC1 には3つのコンソールがあります。クラシックとチューブとカスタム、3つがあるんですけれども、入れるだけで音が変わります。アナログ好きな方にはたまらないほどの音の柔らかさだったり、温かさだったり、そして逆にローファイ的な感覚であったり、そういうものを足していけることになるわけです。まずは音をバイパスの状態で聞いていただきましょう。ちょっとそれ以外の音は切って CTC1 だけで聞き比べていただきます。バイパスします。次はカスタム。チューブ。クラシック。はい、この時点では微妙な部分ですけれども、これにプリセットを適用していきます。例えばこのオールドデスク、これにしますとこのようなプリセットになります。バイパスして途中で入れます。はい、ブーストします。ノイズ入れます。クロストーク上げます。このキャラクターは透明感とかを変えていきます。ハイの部分が効きます。上げます。バイパスと聞き比べてください。はい、ちょっと曇っていますよね。入れます。他の場所で聞きます。バイパス。入れます。平和な世界作ろうと一を眺める白い
さらにここにテープを加えていきます。もっと透明感出します。ここのメーターをこちらに切り替えると微妙なノイズが触れているのがわかります。ちょっと聞いてみてください。このアマウントを大きくするともっと振ります。バイパスします。もう艶が全然違いますね。入れます。切れます。入れます。はい、これでマスタリングをします。今度はすべてのミックス FX を切ります。どんどん切っていきますのでちょっと見ててください。まずは今かかってる状態、この状態でミックス FX を切ってテストをしたいと思います。今はかかってる状態です。切ります。こんなにも曇りがあるんです。入れていきます。はい、どうでしょうか。もう別物と言ってもいいぐらいになっています。ミックスの度合いなどは何にも触っていません。各トラックのイコライザーであったりというのも全くそのままです。いわゆる現実世界で言えば
ミキシングコンソールを入れ替えた。ただそれだけのことです。スタジオ1にはこのミックス FX という機能があって、そして標準ででもコンソールシェーパーというのがついているわけです。こちらの標準のコンソールシェーパーだったらあまり良くないかといえばそうでもないです。これででもオンオフをやってみて聞いてみましょう。僕がいいと思うようなセッティングにしておきます。ノイズも若干入れて、そしてクロストークを上げ気味にします。これででもかなり違います。まずはバイパスから。入れます。バイパス。入れます。このようにですね、パススルーというのがありますが、今皆さんが普段気にしないところでですね、ここに柿色のボタンがあるのがわかるでしょうか。このパススルーを切り替えるとこれが1個だけになりました。もう一度見てください。はい、このようにクロストークとノイズがあるのでよく見てくれますか。ここでノイズが上がっていますよね。音が何も入っていないのにノイズが上がっているわけです。ノイズを切ります。そしてクロストークも切ります。そうするとこの下のところがなくなりましたよね。先ほどからも言ってますように、アナログ的なノイズであったりとかそういうのがこのスタジオ1でコンソールミキサーを入れ替えたように音がアナログチックになってくれるということなんです。もっともっとドライブとかのパラメーターを変えるとか予算に余裕があればですね、 CTC1 これを使うとですね、3つのコンソールが選択できるようになっていまして、さらにそれにブーストをかけたりとかノイズゲートがあったりとかキャラクターを選べたりするわけですから、さらに音が良くなるということです。最後にエンディングまで聞いていただきましょう。クラシックっていうので僕がいいと思うように上げていきますので見ててください。眉はどこに咲く溢れる笑顔和やかなみんなの幸のそばに咲く仲間の絆深めようと空を見上げる白い花。バイパスします。そしてテープを入れてありますので、こんな演出もできます。アナログってとっても楽しいですね。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。